現実いただきます、狭間町、佐沼地区に減少されております、お詫びのいとこ踊りについて、簡単にご紹介申し上げます。お詫びのいとこ踊りはですね、寛政元年に生まれる佐沼お詫び出身の宇藤富蔵という人が後に関西歌舞伎の役者となりまして、その名跡を襲名して名古屋前として名声を博したと言われておりますが、天保14年に耳をわざらの病気を患いまして、ふるさとに帰ってきました。この時ですね、当時流行していた、門江甚句やおいとこ踊りを助高や高助が、振り付けをしたのが、お詫びおいとこ踊りと言われております。この踊りの特徴としましては、返し手のない助高や流と言われるものでございます。だその後米山に伝わります米岡芝居の演技指導にも当たったと伝えられております。それでは、お詫びおいとこ踊り、よろしくお願いします。はい、おうめじゅうろくこらじゅうだいつたわるこなやのむすめだよ。ちょいさん、子はあきれなよい子だこら、子とそうなら三年が三月でも、ちょいさん、裸でバラもしょいますこら、水も汲みます手鍋も下げます。ちょいさん、なるたけ朝に早起きこら、登る都会道は五十里と三の次。ちょいさん、こなばこやっこら里担いでこらあるかにゃるまい、おいどこそうだよ。ちょいさん、それさまた続きます。こら座元がければ今ひとつ頼みます。ちょいさん、おいどこそうだよ。こら童貞の外れ子でガヌコ釣りよだろどの、ちょいさん、釣り竿の貝にこら十箱を船にやっこら里を担いで乗り出すだよ。ちょいさん、夜風にもあれしこら霜打ち乱に行く夜の九つ早明けだよ。ちょいさん、家で売ればごもんずこらぬずげでやっこら里を担げばどんなかぬこも七もんでがんす。ちょいさん、そうやねで曲げでけろこらよだろどのとしてまけらりょうか命限りに伝がぬ子だ。ちょいさん、そうやねえで曲げねけろこらがぬ子の将
愛おいとこそだんよ。ただいま演じていただきましたのは、おわみおいとこ踊りでございます。恐ろしいたれ妻を呼ぶ声鹿の声軒へ離茶も忘れなく笹を枝も帰らなきゃなるまいおいとこそだんよ。ただいま演じていただきましたのは森村おいとこ踊りでした。